してますよ、向こうは。早い時ってのはどれが早いの？早い時、どのぐらい早いんだろうなぁ。まあ、見たことない速さだね、とにかくね。いわゆる HG がさ、早すぎてゆっくりなるやつあるじゃん。ああ、はい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 。あ、見えるやつ。うん。ああいう感じになるの？まあでもね、あれは何？一直線の動きじゃん。縦っていうかその、うん。まあ、キツツキ的なね。キツツキ的な感じじゃん。あれに、なんかこう、回る動きも入ってるの。その、なんだろうな。ごますりのような。ごますりをしながらの、うん、その、キツツキなの。考えられないでしょ。わかる。ということは、俺が今イメージしたのは、こう、ピストン、トン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 っていう、うん、出る棒があるとするやん。うん、すごく、うん、出たり引っ込んだり出たり引っ込んだりする棒で、ごますりしてるってこと？そうそうそう。すんげえごますってんの。相手にごまを。すごい。だから考えられないでしょ。俺そんなん見たことないもん。ぐるーって回りながらもトン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 ついてるの。そうそうそう。へぇ？それが結構早いのよ。だすごいよ。そうなの？うん。あれはね、ちょっと、持ってきますよ、今度、矢作に。え、見せたいと思った？見せたいと思いましたね。ちょっと新しいジャンルですからね、あれは。確かに永瀬くんがちょっとハマんのはわかる。あ、そう。うん、あれはちょっといない。あんな人は。だってそんなことやられたら男の方我慢できなくない？そうね、うん、まあでもやっぱあのなんだろう、女性の方がやっぱすごいやっぱそこ体力使うから、うん、結構何回も休憩みたいな、まあ、休憩っていうかずっとはね、うん、動かしてらんないもんね。そうそう、うん、だからもうほんと逆バージョンですよ。男がほら今までってこうそういう、うん、動かす方じゃないですか、うん、ちょっとほら行っちゃう時あるじゃないですか、すぐん行っちゃいそうになるときあるじゃないですか、うんうんうん、その時になんかこう言い訳してやめるときありますよね、うんうん、あなんかちょっとなんか疲れちゃったみたいなさ、うんうん、本当はすごい気持ちよかったのにさ、うん、それを女の子がやってる感じ、うーん、自分が行きそうになってんだけどそこをなんか体力的ななんか限界でやめてる感じで体を変えていくみたいな、うん、だからすごい長くやってますよ、一回に対して。そう、見事あるね。あるある、あれはすごい。今日持ってきたの？うん持ってきたよ。お前先週持ってってんだから、お前見て今度かじゃなくて今日持ってこいよ、お前。いや、そんな見るの見たいのかなと思って。いや見たいよ。いや俺もらったわけだしさ、別にいいでしょ別に。いやだけど先週1週間見てんだからもういいじゃない、うん、だって全部見たんでしょ。全部見てないな、全部は見れない。いや4本中何本見たの？4本中3本。結構見てんじゃねえか。何や全部見てない。なんかね、1個がやっぱさ、封開けてなかったから、そこはやっぱ、なんか、まあまあ見れてない、ね。いいよ、だって、それだったら3本見たなら3本持ってくればいいやん。今日。うん。したら今日持って帰れたのに、また、うん、あれやん。まあまあまあ、来週だから持ってこようと思ってますよ。だけど、もし忘れちゃったらごめんね、でもそこは。てか、なんで？しょうがないから、そこ。勝手に来週って言ってけど、うん、別に俺とお前1週間に1回しか会わないわけじゃねえじゃん。ね、ほぼ毎日会ってるから。これ仕事毎日ほぼ会ってるんですよ。だから別に明日でも、明後日でも、いいから、はいはい、ね、持ってこないと。まあそうだね、持っていきたいよ。共感できないじゃん、だって。わかるわかる。すげえなっていう。あれは確かに話したい。おじとさ、うん、そういう、話したいんだよ。話したいのわかる。だろ？俺持ってきたいのすごいある。持ってきた気持ちはあんだけど。で、今レゲダンサーの話だけじゃん。そうなの。だから忘れちゃったんだもん、だって。二人で盛り上がろうよ。うん。レゲダンサーで。いいよ。じゃあ一緒に見よっか。やだよ、一緒に見んの。なんか持ってくるっていうか、一緒に見て、俺もちゃんと持って帰りたいの、ちゃんと。なんで邪魔するの？なんで俺がレゲダンサー見るときお前隣にいなきゃいけないの？一緒に見た方がいいでしょ、だって盛り上がるんだから。それは後のトークで、見た感想で盛り上がって、そこで。勝つの嫌なんだよな、なんか帰ってこない気がして。ちゃんと一緒に見て、ちゃんと持って帰った方がいいでしょうよ。絶対やだ、一緒に見んの、俺。うーん。レゲエダンサー。まあ、すげえ、でも、あれはいいな。ああいうのもう一回ちょっと永瀬くん呼んで、次のなんか聞きたいね。あ、確かに、ね。次ハマってるやつ。見たんだったらやっぱ永瀬くんと話したい。俺も見たら、うん。でも永瀬くんと、どこが良かったかってやっぱお互いみんなさ、うん、いい場所って違うじゃん。そうなんだよね。でしょ？うん。みんな違うじゃん。趣味が。違う違う。うん。話したいね、ちょっとね。お前はそこみたいな。うん。そうだよ。
あーいいね。そうちょっと呼んでさ、うん、みんなで話したいね。そうか、それを見ながらこれでまあラジオでもいいしさ、みんなでこうモニターを見ながらさそんなラジオできるわけないだろお前は本当にさ、うん、はい、じゃあそれを持ってきてね、うん、うん、さあそしてなんとですね、先週も告知しましたけども、はい、今週はちゃんとバナナマンが、はいはい、来てくれてます。そうだバナナマンですね今日ね。そうですよ、はい、これお前バナナマン来てくんないとまずいだろう。うん、そうだお前のためにも。そうですよ結婚式、そうかそう結婚式っていうか結婚か、わざわざ来てくれたんだよ。うん、うん、ね、認めさせるためにも直太朗君のね、うん、その俺を認めてないわけですからそうだよ、まずバナナマンのこと大好きな直太朗君、うん、を認めさせるためにはバナナマンにやっぱね、いろいろ聞いた方がいいの、笑いのツボを。そうですよね。そうそう。それために来てる。で、まあバナナマンはね、俺らこのラジオ始まった当初から呼んでくれって言ってたから。うん。だから、いいんですよ。なるほど、なるほど。うん。だから今日来てくれてますから。はいはいはい。うん、あと、うん、ちゃんと森山家対小木家の、うん、ネタの準備できてるかとかね。ああ、そうだね。それにどのぐらい進んでるかでね、やっぱ、ね、そう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 、聞きたいしね。スケジュールもあるだろうし。うん、あと、その12月にね、はい、直太朗くんが、このメガネビーキにやってきて、うん、それで小木が笑わせなきゃいけないわけですけども、そこのワンポイントアドバイスというか、演技指導というか、そういうのも全部バナナマンに聞きたいと。なるほど。思いますから。はい。うん。ということで、今週は、バナナマンが来るので、今週のファックスメールテーマはですね、バナナマンに言ってもらいたい一言と、そのシチュエーション、まあその他バナナマンの質問、うん、まあ先週、コーヒーおかわり、っていうね、うん、はい、セリフを、どんなシチュエーションで言うかとか。なるほど、なるほど、うん。どんなシチュエーションのコーヒーおかわりがうまいかとかね、うん、そういうのやりましたから、そういったバナナマンに対してのお題、うん、その辺募集しますので、はい、どんどん送ってください。うん、ファックス番号、東京 03-5562-9540。メールアドレスは、megane@tbs.co.jp です。どんどん送ってください。それでは、最初のコーナー、週刊二番手ニュース。決して一面を飾ることのない、ちょっとだけ気になるニュースを紹介するコーナーです。ちなみに今週のビッグニュースは、何かわかりますか、うん、何でしょうね。今週のビッグニュースは何ですか、なんでしょうこれ、うん、オレオレ詐欺かなやっぱね、ねえ違うでしょ、うん、ですか今週のビッグニュースといったら、はい、郵政造反組、うん、自民党復党問題でしょあああるんですかこういうこと。今週のビッグニュースはそこよ。そこなんだ。そうですよ。ああそうなんですよ、うんうん、まあこんなことはどうでもいい。全然ね分からないもんだって。そうですよ、ビッグでもなんでもないです、うん、僕たちはこんなんじゃなくて、はい、2番手ニュース、はい、二番手をこよなく愛するおぎやはぎですから。うん。うん。はい。それでは、はいはいはい、最初の二番手ニュース発表しますね、うん。ラジオネーム、ガッツ性欲からの情報。はい。サングラス泥棒、自宅100個。うん。うん。これ。はい。電車内で乗客からサングラスをひったくったとして、千葉市の自称会社役員を逮捕した。うん、自宅に盗んだサングラス100個があると供述しており、余罪を追及するとともに動機を調べている。うん。うん。この人ね、うん、まあ、詳しく言うと、はい、JR 千葉駅に停車中の電車内で、うん、アルバイト女性20歳がかけていたサングラス3000円相当をひったくり、うん、車外に逃走しようとしたんだ。かけてたサングラスだぞ。すごいなぁ。俺らとかもメガネを普通に、な撮るんだよ。撮ってすごくね。すごいね。ねえ。あ、え、マジでこういうに撮ってたのかな、こういう。自宅に盗んだサングラス100個あるってことは、100個全部祖父にしたとしたら、うん、すごいことだぞ。かけてるサングラス撮るって、うん、なかなかできないじゃん。できない、できない。でも、俺、